駐車向かって右側からハービンジャーが登場してまいります。はい、ハービンジャーが今年が15歳、教養が11シーズン目でございます。昨年は、AJC 杯、昨年の AJC 杯、ラストワンピース、夏のマーメイドステークスをサマーセント、そしてノームコア、札幌記念に勝った後、年末香港カップを制しております。中央での重賞を3つ勝ったんですが、残念ながら5年ぶりにトップ10からは漏れてしまいました。ハービンジャー3区、今の4歳世代、頭数が60頭ほどしかいない世代ということで、この世代、ちょっと重賞勝ち馬が今のところいないというのが、影響しているのではないかと思っておりますが、明け3歳世代、先週末の時点で勝ち上がりが16頭と、以前のハービンジャーの水準に戻っております。今年デビューをする2歳世代も130頭、そして1歳世代140頭、たくさんの3区が控えておりますので、まあ、来年再来年以降のことを考えますと、今年ハービンジャーをつけるというのは非常にチャンスが高いと思っております。また昨年あたりから母の父ハービンジャーという3区も少しずつデビューをしておりまして、早速、重賞勝ち馬メイケイエールミッキーアイルとの配合で、重賞勝ち馬が出ております。ご存知の通りサンデーの血、そしてキングカメハメハの血が入っておりません。品形を一つ、代を重ねるという意味でもハービンジャー非常に有用だと思っております。今年の種付け料は400万円に設定をいたしました。まだ、ハービンジャー余裕がございます。ぜひ、どうもいただければと思っております。はい、ありがとうございました。ハービンジャーです。